皆さん、こんにちは。今日は、斜め歩きの、作画の中割りの解説をしたいと思います。斜め歩きなんですが、すごく、難しいんですね。斜めで、しかも奥から手前に来るっていう、こういう動きは、作画するときに、横と違って、なんでしょうね、奥行きの表現っていうんですかね。足が詰まっていたりね、圧縮されていたりっていう、そういう表現が入るので、とっても難しいとされています。なんですが、基本はやっぱり、なんですかね、横向きの普通のね、足の運びっていうのを、まずは最低限押さえてないと、それが角度が変わった時にどうなるかっていうのもわからないんで、まずは、アニメ飼育で横歩きの説明をしてるので、そちらをもう一回、復習してみたりね、合わせて、ご覧ください。とりあえず、じゃあ今日は斜めの説明なんですけども、この前はいろいろその横歩きで説明はし、大まかに足の運びとか説明してあるので、もうどんどん中割りしてってみますね。 最初こう並べてみて、今1、5、9と、間に3枚ずつ今回の作画していくんですが、こんな感じでこう照らした時に、頭が並んでますけども、1枚、爪指示っていうんですかね、頭の軌道を取った、計画書みたいなものを1枚作りましょうかね、まずは。顎で取るとか、頭のてっぺんで取るとかもいくつかあるんですけど、こんな感じで、顔の正中線をちょっとこう取ってみましょうかね、こんな感じで。で、頭の先で取る。両方取った方がいいかな。上下動どのぐらいでしょうね。結構今足、こう、広げてるんで、割と思ったよりはつくと思うんですけど、つけすぎるとちょっとひょこひょこなんだろう。ぴょん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 跳ねてるように見えちゃうんで、つけすぎないように、なおかつ多少ついてる、難しいんですけどね。不慣れな人はこう空間を真ん中に取ってこう。真ん中。今、A の3と A の7の位置をちょっと今決めました。こんな感じで、今2と4、6と、結構ね、今のこの爪指示のこの段階って結構、大事ですんで、綿密に計画立ててください。これはとりあえず移動幅ですね。で、次、上下動。ちょっとわかりやすく、これが、これがこうか、こうか。これが5で、これが9で、これが1。で、上下動どのぐらいかな。一つ目安としてるのはですね、10分の1ぐらい。頭の、大きさの10分の1ぐらいより大きいか小さいかっていうので、ちょっと僕なんかは少し見てますけどね。こんなもんかな、ちょっと。こんな感じでちょっとつけてみました。で、ここが、なので、もちろん絵によってこの上下動の大きさは多少、違います。足が開いてれば大きいし、上下動はね、足があんまり開いてないんだったらそんなにつけないじゃないですかね。 多少そういうのはありますけれど、こんな感じでとりあえずつけてみました。で、次3番の、作画していきましょうかね。3番、今の、当たりをベースに、
3番のチャコかな。3と。まずですね、足元を押さえます。足元の、絵をしっかり押さえて、まあ、大まかな足のラインも少し取っておきましょうかね。中入り入れるときにこんな感じで足の位置を最初に決めるっていうのが結構大事なんですね。で、次もうこんぐらい足決めちゃったらですね、次もういきなり体にいきます。あ、その前にこちら足裏キラもちょっと取っとこうかな。斜めの表現はこのやっぱ空間表現っていうのが入ってくるんで、とっても難しいですよね。この足がどう来るんだろう。その時にね、真ん中がどこなんだろう、この空間の真ん中どこなんだろうっていうのを探すといいですよ。ここは通過するところから。で、常に、慣れない人は、横向きの自分で撮影した図っていうんですかね。横向きの時にどういう変化をするのか。まあ、今書いてこの3番だと、ちょっと、この前説明したやつちょっと出しますが。まあ、こういう状態ですね。今3描きたいの。この絵の、斜めの状態っていうんですかね。で、まあ、この足の裏どこら辺にあるのかなっていうのをこう、確認しておくといいです。こんな感じで、まずは横向きの絵がどう変化してるのか。で、それを斜めにしたらどう表現しなきゃいけないのかっていうのをまずは、押さえた上で書いてみてほしいんですが、足の裏描くときに結構難しいんですが、まあ僕はですね、こんな感じで一つ、まあ板の単純な板のようなもの、こんな形でちょっとラフを取ります。僕はこんな感じで、まあ奥にあるときはこんな感じで、この後、まあこの前説明しました、ちょっと、かかとが上がってこんな感じで、こんな感じで、最終的にこういう風なだったらこの間どうなるのかな。ちょっと詰まって。なんだろう。こんな感じの、こう、難しいですけど。まあ、単純な板と考えてもいいし、こういう消しゴムと見てもいいです。こういう消しゴムのような、まあ足の裏をね、まあ消しゴムのようなこういう板として見立てて、それが、どうだ、どうなのかな、こう来て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 、こうみたいな。ちょっとわかりにくいですかね。自分でやってみてほしいんだけど、奥にこうある。それが、上がる。で、下がる。下がる。で、最後、こう、つくっていうのかな。って感じで、ちょっと身の回りにある単純なものに置き換えるっていうのは、まあ、こういう時も、ちょっと実践して
やってみてほしいです。で次、外して、頭の位置から今度攻めてみたいと思います。まあ、ちゃんとこう順番どうなんでしょうかね。頭の位置。まあ、顎で、この場合は合わせるのが楽かな。で、顎の位置で合わせます。で、この時にまあタップ割りなので、ちゃんとこのタップの穴の位置が、逆になってるか確認しましょう。で、さっきのこの計画の、このね、爪指示と逆になります。この穴の位置が。ちゃんと意識して、あと爪指示もこう、こういうとこで見て、ちゃんと、爪指示合ってるかなっていうのを意識して、やってみてください。これはずれるとでも、結構書き直さなきゃいけないんで、ちゃんと注意してみてくださいね。5番。まぁちょっと5番目は近くなっちゃったな。これまずい。まずいね。5番じゃなくて少し3番に近くなっていってる。本当に今、微妙な調整をしてます。案外大事ですか？ちゃんと合わせて、まあ今の段階で今ラフなんで、まあ頭の位置、まあ爪指示通りの比率で中割りタップ割りしてきます。まあとりあえずラフで今押さえていきます。最低限このぐらいで位置は分かるんで、次体いきます。この時に難しいのは、あの空間的にですね、まあもうちょっとこれ単純な形にしますと、1番の時はなんだろう、こんな感じでですね、これ肩の、まあ、棒だと思ってほしいんですけど、これねじれてます、こう。こんな感じです。で、これが、こっちに来ると、どうなってるかっていうと、こんな感じにねじれてます。で、この間を描くわけですね。なので、斜めの体に対して斜めの。でこの間はどうなるかっていうと、まあ、どっちかっていうとこう正面に近い。で正面に近いと、もともとこうあった筒は、一番正面に近い時が一番長くならなきゃいけないんですよ。わかります？その筒。まあ、ペットボトル何がいいかな。身の回りにある。まあ、こういうペンでも何でもいいですけど、斜めの状態っていうのは、こう、こっちから見た時に横の幅は狭く見えます。狭く見える。それが正面にこう来ると長く見えるんですよ。こう。こういうねじれね。肩の動きがこうねじれてます。こういう状態からこうねじれるね。その、まあ真ん中のやつかな。で、まあ見てる方もちょっと斜めなんで、まあ、なお難しいんだけど、まあほとんど正面に近いやというから、一言言うとですね、よく本当にあるのが、まあ、もうちょっと単純に言うと、こういうのと、例えばこういう、こういうのがあるとしました。この時によくあるのが、この絵とこの絵の真ん中を割っちゃうんですよ。そうすると、
まあこの絵と、まあもうちょっと言うと、これが大してないけど、この絵とこの絵の真ん中を割ると、短くなります。なんで肩がこうキュッとすぼまって見えてしまう。そうならないように、するのが難しいんですけど、この場合だと、まあこう今パラパラして見てますけど、広くしすぎるのもね、おかしいんだけれども、この場合だとほんのちょっと、この今、真ん中ではなくて少し外すっていうのかな。ちょっと、今だと5番に近いなのかな。ちょっと今書いてみますけど、デッサン的には、もうこの時に中割りを作るというよりは、原画を1枚書き足すっていう感覚に近いと思います。なので、間にの絵、なんだろう、間に絵を、まあ入れてはいるんだけれど、それはあくまで、なんだろう、空間的に入れるっていうのかな、難しいんだから。なおかつ、手の動きも、これまたよくあるのが、この拳とこの拳の間にこう書きたいじゃないですか。でもそういうのダメなのね。まあなんでかっていうと、拳の位置をこう横からちょっと見てみましょう。ほんと常にこの横向きの絵は押さえて持ってる必要があります。これ、横の時の拳。で、これをこう変化するんですけど。で、じゃあ3番どうなったのかって、まあもう一回復習してほしいんですけど、3番の拳の位置は高さがもちろんこう振ってるんで下がります。まあ下がるんだけど、頭が上下としてるんで、そこまで位置は下がらないんだけどね。っていうのを意識して書く必要があるんで、まあ今こう頭の位置合わせてるんで、まあ拳の位置は、こういう、ちゃんと軌道の上になきゃいけないんで、振り子運動をちゃんと意識します、こんな感じで。という考え方もありますし、あと、まあ、デッサン的にね、デッサン的に、これは人間の体の、まあ、基本的なその比率を見たときに、股間の横に手首が来るっていう、まあ、基本ありますよね、その、アニメ集会の準備編でも言ってますけど。まあ、なので、こう、ちゃんと、なんだろう、デッサン割りしてって、デッサンで絵を割っていって、その段階で、股間が、まあ、ここら辺だよね、こう、割ってて。なので、この横に手首が、まあ大体今書いてたってことはあんま変わんないね。っていう考え方もあります。まあどっちでもいいんですけど、ただ、真ん中に、真ん中に絵を、入れないようにしましょうっていうことだけ覚えて、で、次、この、まあ難しいんですけどね、この断面がこう、手前に来てるんでこういう断面になってます。で、これ奥に行ってるんでこういう断面になってます。その真ん中なので、割とフラットな、なんだろう、袖とかね、みんな、袖とか裾とかってみんな、こうなってたり、なんだろうな、こうなってたりね。っていう、なんだろう、多分、あれ、イラストの影響なんですかね、半径イラストとかね。なんかこういう形してなきゃいけないと思って、常にこの裾とかね、こう先がこう、なんか丸っとなってなきゃいけないと思ってる人もいるかもしれないんだけど、そこをフラットになる場合もあります。もちろんその逆になる場合もあります。こう裏にこうなってるんだけどね。っていうのをちょっと思い出して。で、次、前に出してる足なんですけど、この時ね、思い出してほしいんですけど、またこうパッと出して、3番の時のこの足の向きどのぐらいだったかなってこう思い出してください。で、次足出してる。こう見比べてみて。あんまり、実は3番と5番のこの太ももの角度は、割と似てる。同じではないんだけど、
似てるっていうのをちょっと思い出してみると、ああそっか、じゃあこの5番にちょっと近い気分を断面的には出せばいいんだなっていうのは分かります。これは本当に歩き方、いろんな歩き方があるので、一概に 100% 今話していることが全ての歩きに通用するとは限りません。ただ一つ、まあ、歩き方のパターンとして覚えておいてください。であとは自分で、なんだろうな、いろんなケースバイケースで応用を聞かせていってください。一つの考え方として平面というのかな、その単純な横の向きでちゃんと押さえた上で、発想して、靴の形がね、すごく難しいんですよね。こう斜めの時のこう靴の形とかすごく難しい。で、まあ袖もですね、今こことここの間を割ろうとするよね、しちゃうと思うんですけど、割らないようにしましょう。この時も、まあ比率で言ってこの肘の中、まあ、まあ大体袖って、今この絵で言うと大体、肩から肘の間の大体真ん中あたりにあるんだよねっていうのをちょっと分かった上で、この手が下まで降りてるんで、その時の真ん中だからここら辺かなって感じで、実はこう軌道が外れるんですよ。この軌道が外れる絵を描けるかどうかっていうのがかなりアニメーターの分かれ道というのかな。最初は本当、多分どんなアニメーターというかな、まあもうどうしても線と線の間とかね、単純にこう割っちゃうっていうのは多分どうしても最初、まあ僕はそうでした、少なくとも。なんだけど、まあ徐々に慣れてきたら、まあデッサン的に割るとかね、だんだんこう絵的な要素をちゃんと見て割れるようになっていくといいかなと。じゃないと、なんだろう。単純にこの3番がね、うまくいかないと、ちゃんと手を振ってるようにとか、肩を振ってるように見えないんですね。立体的に見えない。こんな感じですかね。ちょっと外してみましょうか、タップを。こんな感じですね。とりあえず3番。まあこんな感じにですね、絵的には、絵的な真ん中というよりは、なんだろう、デッサン的な真ん中を目指す。で、あと原画を自分でも、間に絵を入れるんじゃなくて、原画を描くっていうくらいの気持ちで。なので、まあ、仮に原画を今やってたりする人は、この3番とかも、歩きの真ん中ですね。まあ、特に難しいので、中3個を書いてあげるとより丁寧かと思います。そうすれば上下動も自分でコントロールできるので、この3番だけでも中3個入れておけば、まあ、多分クオリティ的には結構担保できるっていうのかな。ある程度保証できると思うんで、
3番は中山合格場合も必要かなと思います。今の両量で、ちょっとちゃっちゃと7番書いちゃいますね。7番はいいや。7番は、とりあえず今日はあれだな。3書いて、2書いて、4書こうか。5番以降はちょっと自分たちでやってもらうっていうことで。じゃあ、3と、1の間の2を書きます。で、その時また先ほどの爪指示の絵をちょっと取り出して、じゃあ2ですね。一応ですね、計画書も大事なんですけど、まあ、実物も見ながら、ちゃんと、ここら辺に来てほしいよな、っていうあたりをちょっとしっかり今の段階でこう、取っておくのも大事です。あと、まあ、先ほどと同じように足の裏をしっかり押さえます。もう、この時は多分、3番と、足の裏の位置自体は、多分ほとんど同じ位置に切ってて、難しいのはね、この時の足の形なんですよね。2番の足の形は、こう、今前に来た足に対して、こう、体重がクッとこう、体重移動してるんですね。ここに体重がしっかり乗り始める。ギュッと。わかりますかね。なので、よく見るとこれ太ももの向きね、この時よりも、実はちょっとついてるんだよね、こう、フットが。わかるかな？向きが、この時よりもね、さらにちょっと、キュッと曲がってたりするの、これ。まあ、膝の動きが先行するとも言えるんですけどね。ちょっと。っていうのをちょっと入れたいんですね。っていうのを、この絵の中でどう表現したらいいんだろうっていうことなんですけどね。ほんの少し、中割り、真ん中っていうより少しこう、ずらすんでしょうね。こうキュッと。ちょっと角度がついて。で、もちろん断面も、この断面よりちょっとつくぐらい、もっとつくぐらいにちょっとしちゃって。いや、本当に斜め歩きは、鬼門中の鬼門というかね、まあ、斜め歩き、斜め歩きよりは簡単なんだけど、斜め走りね。斜め走りとかもすごく難しいです。基本、アニメーターが描けない。アニメーターが、まあ、難しいっていう。本当に、こういう動画を、わかんない。国内の動画マンは、何パーセント描けるんでしょうね、本当に、劇場作品とかのね、動画チェッカーを長年やられてる方とかは多分もうサラサラと書けると思うんですけど、まあそういう、あるいはそういう人に襲われた人とかね、は多分、あるいはすごい、しっかりした動画チェッカーさんに襲われた人とかは、ある程度難しいっていうことぐらいは分かってると思うんですけど、なかなか本当に、今、国内の動画が本当にやばいんですよね。全然、ノウハウが伝達されてないっていう、作品にね、動画チェッカーがいないとか、そういう現場も普通にあると思うんで。まあ、こういう動画を見て、せめて、現場で襲われないとかね、あるいは、
プロとか目指してないんだけど、うまいなんか動画描きたいなっていう人はちょっと真似してみて、で話はそれましたけど、次は頭の位置ちょっと合わせて、なんかな、で、この2番に関しては、これも手の振りとかね、1詰めですね、振り子の運動と同じなので1に詰めます。で、この手とかもディテールでいくと結構難しいので、最初こんな感じでこう丸で描くといいと思います。丸で描くんだけど、まあこれも横の時を意識して、まあ関節の位置とかね、ちゃんと意識して、手の曲がりを意識して、デッサンを意識して、ちゃんと手が曲がって、下がるとかね、こう、難しいですけど、とっても難しいんですけど、この断面も真ん中になるように、線割りっていうところからなるべくまあ脱却するっていうのが難しいですよね。まあ足が曲がってるんで、これも単純な中割りにはならないです。で、まあ膝が先行するんで、こんな感じなのかな。難しいよ。この、なんですかね、半ズボンの裾の変化って難しくて、この瞬間下に下がるんですよ、こう。一番裾が長くなるから、こう、軌道が一旦外れるというかな、これまた中割りをしないようにしてほしい。この位置をね。っていうのが、随所に入ってくるのが、この斜め歩きのとっても難しいところですね。
とこの手節つけすぎたかな。まあ節っていうのはそのフォローするっていうんですか、こう曲がった時のちょっと曲げ始めの変化を少し不自然につけすぎたかもしれない。もうちょっと下げてもいいかもな。こんな感じでですね、このパラパラしながら不自然なところを多少補正しつつ、このぐらいでもいいかもしれないですね。ね、まあ、歩きってすごい地味で、なんだろう、うまくいかないと下手に見えて、うまくいっても普通にしか見えないっていうのかな。っていう、すごい、難しい割に、うまく見えないんですよね、そのアニメーターとしてね。だから、割と敬遠されがちなというか、そもそもテレビシリーズでも、こういう絵を、なんだろう、各カットそのものがもうなくなってるかもしれないですね。こういうカットを作らないっていう最初から、うまく描けないからっていう可能性はあるんですけど。なんですが、まあそんな地味な、頑張って描いた割に普通にしか見えないっていう地味な演技なんですけど、この手の振りとか体の、ね、角度とかね、こう、かなり細かいデッサン的な力を、まあ、要求されるので、とっても、なんだろう、逆にですね、こういう地味な芝居を、まあ練習していくとですね、このアクションっていうんですかね、こう、アクションにしても何にしても、そのデッサン力をベースに今度かけるようになるので、細かい動きがかけることによって、実は、ね、なんか例えばアクションが好きなんですよっていう人は、そのアクションのやっぱキレが良くなるんですよね。で、アクションしかずっと書いてない人は、その、細かい、こういうことが苦手なままアクション、だけをずっと突き詰めていくと、すごいパカパカと原画と原画をただこう割っていくみたいなね、なんかそういうアクションの方のなんだろうな、限界みたいなのが結構来ちゃうんで、こんな地味な芝居は次第、まあこういう芝居は芝居ですごくアニメーション自体がやっぱり鍛錬されるので、ミラーさんです。
で、次、4番今書いてますが、手の振りとかね、5番に詰まります。振り子運動を考えてみるとかなんですけど。あ、それで、こんな感じで、詰めた位置に書いてみてみます。こっちの拳は見えなくなるのかな、だんだん。もう一回戻りますけど横歩きの時の足の運びをもう一回見てみましょうかね。この時にこの太ももの、4番の時にこの太ももの角度が一番ついたりするんですよ。この感じでこのつけすぎるとねちょっと不自然になってしまうんですけど、この断面がこの時一番こう、まあ、広がるわけですね。というのをちょっともう一回復習してみるとですね、この4番の時に難しいんですけど、この絵と絵の間を割るんじゃなくて、またここでこう断面が広がる絵を描きます。それがすごく難しい。いや、斜め歩きは本当にね、最初からずっと言ってますけど、本当に難しいんですよ。これが描ければ、何でも描けるってのも大げさな話ですけど、多分そのぐらい難しいんじゃないですかね。しかもこう動きの幅がちっちゃいんですね。まあさっきも似たような話ずっとしてますけど、動きの幅が微妙に変化してるのでとっても、うまく見えないっていうのかな。とっても神経質にちゃんと形を押さえないとうまく見えない。もうちょっと太さが太いかな。着地してる足を描かないといけない。この時に、こっちの足もですね、まあ3コマ中さんの歩きだったら、こっちかかとずつついてた方がいいだろうっていう説を取るとですね、ここもずっとこうキープしてくっつけたまま。難しいですね、これは本当に。とりあえず一歩、ラフで描いてみました。ちょっと見てみましょう。
どうだろうな。大丈夫かな。最初にこう計画しといたこの足の裏のなんだろう振り子運動っていうんですかね、結構効いてるのが分かりますね。ここだけ見てください。ちょっとこんな感じで振り子運動ピョンってこう手前に来てるんですね。まあ、最初にこう空間をまあこんな感じで作って、それでどこら辺かなっていうのをある程度当たりにして、このかかとの位置とかね、合わせて書いてるのが割とうまくいってるかなっていう気がします。あとまあ繰り返しますけど、やっぱこの3番ですかね、3番で結構前後の動きが決まってくるので、そこは注意したい。ほんと、これ本当に動かしたらね、0.5 秒、2分の1秒の間の動きなんですけどね、これ3コマ、中3なんで。こんな感じで、とりあえずまあうまくいってそうですが、意識したいのは、この時どこに体重が乗ってるのかとかね、この時はここに乗ってるんだよって、ここね。っていうのをちょっと絵的にちゃんと作ってほしい。この時はここ、ここだよね。全身乗ってるよって。この時は前に出ようとしてるんだよって。こういうデッサン的なね。っていうようなのが、まあよく僕なんか本当に新人の頃よくやってたね。本当に、まあ顔割ってね、各所割ってくんだけど、どうしても体と足がくっついてるように見えないっていうのかな。体と胴と足がくっついてるように見えないっていう。まあよくありましたね、全然。デッサン力がない子だったのかな、こういう動きが。どうしても、箇所箇所で見ちゃうっていうね。全身で手を振って、全身で前ね、足を出して、で、この足で支えてるとかね。それは本当にちょっとずつ何年もかかって身につく技術だと思うんで、もうこれ見て、そのまますぐ、ああ、もう分かったって言って、完璧に描けるわっていう人は、本当によっぽど今まですごい絵の練習してきたとかね、すごいアニメーションのセンスがあるとか、すごい天才的に上手い人だったら、多分これ見てすぐパッとできると思うんですけど、多分ほとんどの人はこれを見て、まあ3年後ぐらいにできたら相当早いんじゃないですかね。まあ5年後ぐらいを目標に、本当にちょっとずつちょっとずつ、蓄積していってほしいかなと。思います。多分こういう手書きのアニメーション技術って、なんだろうな、こうやって、まあ今僕は YouTube にアップしてますけど、なんか、こういう形で残していかないと多分誰もできなくなるとかね、多分ね、本当に60歳ぐらいのね、今40から50ぐらいのすごい上手い人たちが、もう60、70今なってくるわけじゃないですか、ね、あと10年、20年後にね。もうその人たちが、もう、いや、なくなっちゃったら、もう、こういう技術、そういえば昔のアニメにはあったけど、もう、誰も描けないね、とかね。僕らの世代ですら、ちょっとずつそうなりつつあるんで、できれば、これを見た若い人は、まあ、そうならないようにね、もう伝統芸能みたいになりつつありますけど、こういう、細かい作業とかね、なんですけど。でも、こういう、多分、ノウハウとか知識は、多分、3D とか、これからね、普及してった時に、そのデジタルね、系で多分応用がすごく効く話でもあると思うんで、まあそういう人もできれば手書きで練習しておくと、自分でね、そのパソコン上でいろいろいじったりするときに生きると思うんで、ぜひおのおのいろんなジャンルの人が見てくださっているかと思いますが、練習してみてください。まあ今日はちょっと説明はね、この前のこの横歩きの方で結構歩きの形に関してはしたので、割とただ作業してるのを見せたっていう感じではあったと思いますけれども、
今日はこんなところで。あ、その前やか。ちょっと一枚一枚、ね、こう見せましょうかね。こんな感じです。え。最後、まあ5と9の間は各自やってみてください。こんな感じかな。はい、じゃあそんなところで皆さんお疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。